una casita una casita ねじーっとここ眺めてるの。うん、そうなの。うん、どうしたの？どうしたの？うん、お腹空いてるね。うん、まだアユ舐めても お腹いっぱいならないよ。今日は寒いね。うん。うん。あれ、どうした？大丈夫？大丈夫？オルソン。待ってるの。ご飯まだかなって、うん、音聞こえた？お腹が空いてもペコペコって、お腹空いてペコペコ、お利口さんで待ってるね。いい子だね。あれ、どうした、どうした、どうしたの。うん、足音聞こえた？聞こえてないよ。まだ、まだだね。遅いね。うん、なの、そっかそっか。うん、そこで待ってるの？いい匂いだもんね。いい匂い。うん、待ってるよって。ね。じゃあ待っててね、オルソン。Thank you.
中は肩コンベでしたが、今はガラガラになってしまっています。今倉庫になっちゃってるね。たくさん骸骨があったんだけれど、もうなくなっちゃいました。フェルメチュール、あの、うん、蓋がないね。ああ、うん、こんなの蓋が欲しいんですね。そうそう、こんないいのが今あるんだね、もう。ああ、14.7 だったらそんなに高くないんだね。うん、これお菓子作りのなんかキットなのかね。そうそう、あ、キットでっていうか、うん、こういうのが作れますよっていう道具とか入ってるんだ。出てくるかな。あ、動いてるのはわかるけど、オルソン来たから逃げちゃったね。あそこの水掃除してる、うんうん、ボーダーコリー、うん、俺の怖いのボーダーコリー、うん、ちゃんと運気受けてるんだけどね。受けててもパパが冷やし中華食べたいって言いました。オルソンが待ってるんだよね。これだけ塩麹のお漬物カブです。そっちでは鍋と言いますね。パパ大好きね。はい、じゃあいただきましょうか。